私はニャンコ大戦争というゲームをやっているんですが、長崎県にどうしても勝てないので今回は、この強キャラたちでボコボコにしていきたいと思います。勝てませんでした。前回長崎県に勝てないという動画を上げたら勝ててない人が多いようだったので今回は、長崎県の勝ち方について徹底解説していきます。まずワンコの射程は短いので遠方キャラを入れていきます。他にも戦えるキャラを入れたら楽々勝てませんでした。前回長崎県に勝てないという動画を上げたら無断転載されたので今回こそは、長崎県に勝っていきたいと思います。ああ、なるほど。勝てませんでした。前回前々回と長崎県に敗北してきたんですが、視聴者の方が攻略法を教えてくれたので今回はそれを試していきましょう。ニャンコ法、ニャンコ法あるだろ。ニャンコ法使おう。みんな使えるよ。勝てませんでした。最近長崎県に負けてばかりなので今回はチャット GPT という AI を使って最強のニャンコ軍団を作っていきたいと思います。チャット GPT を開いて質問して、ドン。現在の最強キャラクターとしては、リゼ、ミューズや、三つ目貴族、クワモコ軍曹、極エスパー、天高氏の王女ミカサ、ヘイストゲイルバーなどが挙げられます。誰だよ。ということでそれっぽいキャラを集めてきたので早速長崎県に挑戦していきましょう。勝てませんでした。こんな感じでどんな手を使っても長崎県には勝てませんでした。もし勝てた方がいればコメント欄にお願いします。あとついでにチャンネル登録もお願いします。